皆さんこんにちは、えみです。株式会社高知システム開発から発売されたマイニュースネオを紹介します。第2回目となる今回は2018年以降に読めるようになったニュースサイトを紹介します。最新からチェックできるニュースサイトが変わりました。ヤフートップニュース、ヤフー速報ニュース、総合アクセスランキングがご覧いただけます。前は人気のキーワードを読むことができましたが、今はなくなっています。トップ画面を開いた状態で最新と読むところで右矢印キーを押します。最新新着あり一覧、23日火曜日ヤフートップニュース。右矢印キーを押すだけで見出しの一覧が開きます。この一覧は上からヤフートップニュース、ヤフー速報ニュース、総合アクセスランキングという見出しで区切られています。ヤフートップニュースはヤフーから配信されたニュースです。ヤフー速報ニュースは全国紙に掲載されたニュースです。上下矢印キーで読みたい記事の見出しを選び、エンターキーを押すことでニュースを読めます。75年前、ダッティーも急に富岳アイオプロ野球鍵平津バハ鍵閉じが増加。本文増えてます。点9回の平津バハ簡単風オリックス中天山本鍵おしゃれ鍵閉じ。はい、このように読むことができます。止めるときにはエスケープキーを押します。気象警報注意報。天気から気象警報注意報を読んでいただけるようになりました。トップ画面から下矢印キーを数回押して天気を選びます。天気晴れ最高29度、島根県東部。右矢印キーを押して一覧を出します。一覧島根県東部。下矢印キーを数回押して気象警報注意報を選びます。各地の天気、お天気テレビ、地震速報、台風情報、気象警報注意報。右矢印キーを押すと地域の一覧が出ます。一覧北海道。上下矢印キーで地域を選択してエンターキーを押します。東北。一覧青森県。一覧青森市。20年6月23日火曜日10時43分公開。地域を選択したらエンターキーを押すと詳しい情報を聞くことができます。本文各括弧気象警報中点注意報各括弧閉じ括弧青森県青森市括弧閉じ更新令和2年06月23日10時10分青森地方気象台発表。青森県の注意警戒事項青森市各括弧継続各括弧閉じ濃霧注意報濃霧注意期間24日昼前まで陸上指定飛パス100メートル以下。はい、エスケープで止めました。このように現在発表されている情報を読み上げます。地方紙に朝日を追加。目次の地方紙で全都道府県で朝日新聞の記事が読めるようになりました。トップ画面から下矢印キーを数回押して目次を選びます。天気晴れジャンル目次。右矢印キーを押します。目次1期間限定。下矢印キーを数回押して地方紙を選び全国紙地方紙。右矢印キーを押します。目次2北海道。上下矢印キーで地域を選びます。東北関東。目次3茨城。目次4茨城新聞。上下矢印キーで朝日を選びます。読売朝日茨城。そして右矢印キーを押します。一覧6月22日月曜日昨日のニュース。読みたい見出しを選んでエンターキーを押すと
記事を読むことができます。若手農家ら発案、鍵、土浦梅酒、鍵とじ酒造、中店、支店とコラボ、昨日の11時0分公開。本文、茨城県土浦市の農家が店、地元の酒蔵や支店と手を組んで生まれた梅酒が店、父の日の21日に発売された丸パス。はい、エスケープキーで止めて戻りました。期間限定マイニュースネオでは、目次の中の期間限定で一時的に需要のあるニュースを読めるようにしてくれます。現在は新型コロナウイルス感染症特集として、NHK ニュースウェブと厚生労働省のサイトを読んでいただけるようになっています。目次1、期間限定。期間限定と読まれるので右矢印キーを押します。目次2、新型コロナウイルス感染症特集。右矢印キーを押します。目次3、 NHK ニュースウェブ特設サイト新型コロナウイルス。上下矢印キーで NHK ニュースウェブか厚生労働省かを選び、右矢印キーを押します。厚生労働省。目次4、新型コロナウイルス感染症についてのよくあるお問い合わせ。上下矢印キーで読みたい情報を選び、エンターキーを押します。一覧1、ピリオド、新型コロナウイルスにはどうやって感染しますか、クエスチョン。さらに上下矢印キーで選択がありますので選択します。2、ピリオド、感染予防のためにできることは何ですか、クエスチョン。そしてエンターキーを押して読みます。本文、2、ピリオド、感染予防のためにできることは何ですか、クエスチョン。以下のことを心がけましょう。丸1、石鹸やアルコール消毒液などによる手洗い。2、正しいマスクパス。エスケープキーで止めました。このように最新情報を確認できます。期間限定で読めるニュースサイトは期間が終わると読めなくなります。お知らせを確認しよう。マイニュースネオで読めるニュースサイトは追加または変更されます。更新情報を確認するにはインフォメーションというところから確認しましょう。トップ画面から下矢印キーを数回押してインフォメーションを選びます。天気、ジャンル、目次、ニュース件、オプション、設定、インフォメーション、新しいお知らせがあります。右矢印キーを押すとお知らせの一覧を確認できます。一覧、お知らせ。上下矢印キーで読みたいお知らせを選び、エンターキーを押します。新着、新着、期間限定チャンネル、新型コロナウイルス感染症特集にチャンネル追加、2020年6月2日。ラジオチャンネルに日本放送ポドキャストステーションを追加、2020年5月25日。はい、この時に読んでいないお知らせを新着と読みます。本文、日本放送がポッドキャストで配信中のラジオ番組をお聞きいただくことができます。丸、このチャンネルは点、2020年4月7日に日本放送。パス。エスケープキーで止めましたが、このようにお知らせを読むことができます。これでマイニュースネオの紹介を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。マイニュースネオのご用命、ご相談は、プロジェクト UI で受けたまわっています。営業時間は、午前9時から午後6時まで。電話番号は、0852-32-8645 です。また、ソフトの技術的なお問い合わせは、株式会社高知システム開発へお願いいたします。電話受付は、午前10時から午後5時まで。電話番号は 088-873-6500 です。